はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムのホンダ NSX タイプ R を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカはトミカプレミアムのホンダ NSX タイプ R です。ボディカラーはホワイトのソリッドだね。すごく綺麗な感じのホワイトになってます。で、フロントの方から見ていくとこんな感じだね。ナンバープレートのところには NSX ってプリントされてます。で、やっぱりトミカプレミアムらしくて、フロント周りの部分はすごく細かな作りになってるね。で、このままボンネットの方を見ていくと、中央の部分にはタイプ R のホンダのエンブレムがプリントされてます。で、ルーフの方を見ていくと、ルーフの部分はブラックの樹脂パーツになってます。もうここから内装のバケットシートのレッドが見えてくるね。かっこいいね。で、このまま上の方を見ていくとこんな感じになってます。で、助手席側を見ていくとこんな感じだね。やっぱりこのタイプ R 独特のこの流線形のボディラインはかっこいいね。で、ホイールの部分も5本スポークのホワイトのホイールになってます。ウインカーの部分もオレンジで塗装されてるね。で、やっぱりこの辺りのエアフローの細かな部分までしっかり作られててかっこいいね。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。中央の部分にホンダのエンブレムがプリントされてて、ナンバープレートのところも NSX ってプリントされてます。テールランプの部分はこの辺りはレッドのクリアパーツになってるね。マフラーの部分もシルバーで塗装がされててかっこいいね。で、運転席側を見ていくとこんな感じだね。基本的に助手席側と同じデザインになってます。で、このまま後ろの方を見ていくと、で、この部分のリアスポイラーのところも微妙にスペースが空いてるね。いい感じの作りになってます。で、上から見ていくとこんな感じになってます。内装の部分はこんな感じだね。やっぱり一番目につくのがこのレッドのバケットシートだね。すごく質感も良くてかっこいいね。中央の部分のシフトノブのあたりもしっかり作られてます。運転席側から見るとこんな感じだね。やっぱりこのレッドのバケットシートの質感がすごくいい感じになってます。で、タイヤの部分はサスペンションがついてます。結構ストロークは浅いね。で、その他ギミックアクションは開く部分とかはないね。で、後ろの方を見ていくとホンダ NSX タイプ R 2016年の写真になってます。こうやって見ていくと NSX 特有のミッドシップのエンジンということで、ボディラインもすごくシャープな感じでかっこいいね。ホイールのデザインも内装のデザインもすごくかっこいい一台だと思います。せっかくなので以前紹介した NSX タイプ R のベーシックトミカの方と比べてみようかな。はい、 NSX2 台並べてみました。で、このブルーのメタリックの方はトミカイベントモデルの NSX-R だね。当然モデルが違うからボディの形もちょっと違うね。だけどやっぱりこの NSX タイプ R のホワイトのボディカラーにレッドの内装ってすごくかっこいいんだね。で、ホイールの部分もやっぱりしっかり作られてるとイメージが全然違うね。で、後ろの部分はこんな感じだね。さすがトミカプレミアムっていうだけあって、マフラーの部分とか塗り分けがしっかりされてかっこいいね。でも、こうやって比べてみるとブルーのメタリックとかっていうのもかっこいいね。トミカプレミアムのタイプ R で他のカラーバリエーションとか出てほしいね。箱の方は正面のパッケージに NSX のイラストはね。で、側面の方はこんな感じだね。で、この部分にホンダのライセンスがプリントされてます。で、裏の方はこんな感じになってます。
今日はトミカプレミアムのホンダ NSX タイプ R を紹介しました。 NSX っていうと現行モデルもかっこいいけど、やっぱりこの時代のタイプ R ってかっこいいね。ホワイトのボディカラーにレッドの内装がすごくかっこよかったです。で、横に並べたこのブルーのモデルは以前レビューを上げたので、またリンクを貼っておくのでそちらからご覧ください。で、フロントの部分とかリアの部分とかすごく細かい作りだったね。ホイールの部分とか内装の部分もすごくかっこいい一台だと思います。で、この NSX タイプ R は通常ラインナップ品のトミカプレミアムだね。他のカラーバリエーションとかスペシャルモデルとかでまた出てほしいね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。